レベル100のリンゴ飴を作ります。どうもリンです。メリクリーってことでね、前回からの続きやっていくんですけども、前半の方を見とらん方はまずぜひともそちらの方はご覧くださいっていうところでね、クリスマスリースの装飾から早速やっていきましょう。まずは黄色のバラを作っていきます。クリスマスといえばですね、僕昔ホテルでパティシエをしておりまして、シフトでクリスマスの日がちょうど休みだったんですよ。いやでも彼女はいないわ、友達はクリスマスで忙しいわで、何してたかっていうと、一日中部屋でリンゴ飴作ってましたね。一色だけだとちょっと寂しいんでね、白色のバラも作ってあげましょう。そして二つのバラからやがて子供ができ、白黒少ないカフェオラのようなバラが生まれました。続いて一家に一台はあるポンプを使用して金色の玉を作っていきます。まあいい加減にしないと尺がとんでもないことになっちゃうんで、こんな風にポンプで少しずつ空気の方を入れていきます。金粉の完成です。同じ要領で白い玉も作りまして、これを何個も作ります。ちっちゃい玉の方も作るんですけども、こちらですね、アラさんでも代用可能になっております。最後に毎度おなじみ鶴の方を作りまして、パーツの方が全て完成になります。リースの飾り付けをしていきます。リースができてからの完成がね、ものすごい今回早いんで、今回ここで次回の予告をさせていただくんですけども、次回は正月なんで、まあ正月にちなんだ飴をやっていこうかなっていうふうに思います。ってことでクリスマスリースの完成です。ようやく組み立てになるんですけども、前半の方から見てくださった方、本当にありがとうございます。良いクリスマスをお過ごしくださいませ。それでは完成です。リンゴ飴レベル100クリスマスバージョンになります。改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。バイビー。